ネクタ、コカ・コーラ、ホームサイズ。ゴールデンボール。というわけでだいぶね山奥に来ました。先ほどもね運転中に見かけたんですけど、野生の猿がいるので至る所でなんか異様な動きというか不自然な、木の揺れとか音をね感じるんですよね。まあそういうような、大自然に囲まれた中の今日の舞台でございます。鳥でした。で今日はこの先に廃屋があるということで来てみました。目の前にも立派な屋根が見えます。ちょっと上がっていきましょう。
感があります。キリンビール、ちょっとこれだけではわからないですね。夜行だすき飲酒、飲酒暴走運転しない家。トースターが、あ、トースターじゃないな、トースター、ちょっとね、特殊なものですね。なんか暖炉というかあります、これ。で、そこに繋がってますね。なんだろう、これは。油タンクは何々を制御、ご使用ください。なんだろうな、これは。バーナー。簡易式のなんか、あれかな。なんか火が出るんかな。火が出て、なんかこれ、お風呂なのかな？温めたりする電気式のバーナー。行きましょう。で、洗濯機があります。で、その下はえぐれてますね。なんでなんだろう。あ、開けれないようになってます。お風呂かな。ただし、この野生の動物、まあイノシシだと思うんですけども、だいぶね、あの土を掘り返した跡が、残っています。激しいですね。で、ここが、おトイレがあります。ある。下もね、落ちてますね、畳が。で、中の襖じゃなくて、戸がね、傾いてます。曲がってますね。で、平成6年カレンダーですね。
猿のね声がします。ここにもなんかいっぱいありますね。ドラム缶、そしてテレビで、酒瓶がかなり散乱してます。で、子供のおもちゃでしょうか。なんかいろいろとあります。ホースですね。山の水を引いてくるためにあるんでしょうかね。ちょっと足場が非常に悪いです。よし、よし、よし、すごいなこれは。母屋と離れが見えますね。
ネクタ、ミックスネクター、ここにも、コカ・コーラホームサイズ 50ml。 普通はなんか前見た時は1リットルとか 1.5 リットルで1970後半ぐらいだったかなものなんですけど、ホームサイズちょっとちっちゃくなって 500ml かな。かなり古いお家でございます。あんまし、これ以上入るとちょっとやばそうなんですけど、瓦屋根ね、結構落ちそうな感じですね。ちょっと触っただけでもグラッと来てんで、ちょっと怖いですね。ここになんか、なんだこれ、醤油ここにはゴミの山みたいになってます。まあなんか結構配送とか行ったら裏の方に結構ね瓶とかゴミがね散乱してんで、まあなんかタイミングで、回収車とか来てたのかな。まあその当時袋とかそういうのはおそらくそんなになかったんじゃないのかなと。まあゴミ袋ですよね。だからまあこういう感じで、まあ生物は肥やしにしたり、瓶はまあその裏の方に置いといてっていうような感じだったのかもしれないです。ちょっとここから見ていきましょう。でこの蔵もね、上が大きく穴開いてます。いいなこれは。炊事場が、見えます。気になるものがゴールデンボール、あ、金色の電球ですね。なんだろうな、クリスマス的な感じですかね。何使ってたんだろう。炊事場があります。今とは全く違って、もう電気とか油とかそういうのじゃなくて、もうなんか薪を使っての
お炊事場どれぐらいの年代かちょっと定かではないんですけども、まあ、七輪があったりとか、その先にまあなんだろうな、お弁当のを入れるケース、まあ、このお弁当っていうのもなんかちょっと式典というか、まあ、めでたいことがあったりとか、まあ、ちょっといろいろね、葬儀関係の時に出すような、感じの、ケースとか入れ物があります。でもまあどれを見るからにもまあかなり昔のものなのかなという感じです。靴下ですね。まだ比較的綺麗な。痕跡が分かりません。で、先ほどの家に到着しました。ちょっとだいぶ大回りしたような感じでしたけど、ここに繋がってるんですね。こっちからだいぶえぐれてますな。何もありません、まあ、この2つ続けてあったんです、あるんです。この2つ続けての家でした、まあ、今となっては本当に人がいない場所になってます。コアラのマーチラムネ、こういうのもあったんですね。ひげ剃り、どれぐらいの年代のものでしょうか。その他、まあ、いろいろとあります。はい、というわけで今日はこんな感じでお届けしました。もうね、全然人は入ってないエリアになります。まあ、こういう場所もあるんだよということで、ご理解いただけたらなと思います。まあね、なんかちょっとでもね、昔のこの面影を感じて、まあ、懐かしんでとか、まあ、こういうとこもあるんだぞとこういう感じで理解していただけたらなと思います。もう年々ね、やっぱりこういう場所が増えてきて、住んでる人がまあいなくなって、家がまあね、こういう感じで倒れていくということで、まあ、もうそういうのがもう結構田舎にあったりするので、まあね、結構最近ではそういうとこに移住してきたりして、またね、住めるようにしたりとか してたり、有効活用してるんですけど、やはりこういうところはなかなかちょっとね、普通に住んだらいい場所なん、いい場所というかね、大自然に囲まれてなんか良かったりもすると思うんですけどね。はい、というわけでありがとうございました。
ピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。